三菱 6G7 型エンジンは1986年6月より三菱自動車工業が製造している V 型6、気筒エンジンの系列の一つでサイクロン V6 の相性が与えられている。排気量は2.0リットルから3.8リットルまで5種類が存在し、中鉄製の頑丈なシリンダーブロックにローラーロッカーアーム駆動の再チェシーもしくは、 DOHC アルミ合金製ヘッドが組み合わされる。サイチェシーは当初は、イン、EX 角1バルブの12バルブで展開。1989年までのヘッドには、MCA、JET バルブが装備されていた。2000年頃までは3.0リットルツインターボ 280PS のハイパワーエンジンが著名であったが、近年では、マイベックが組み合わされたな、エンジンも登場。 2.5から3.0リットルエンジンには、グディが採用されたものも登場している。近年のエンジンは1ピース単造クランクシャフトや、アルミ合金製インテークマニホールドなどが採用され、耐久性と信頼性が向上している。三菱、8A8 型エンジンが、三菱、プラウディアシリーズのトンザによって消滅した現在では、事実上、三菱のフラッグシップエンジンとも言える存在である。 2020年1月現在では、日本国外向け4代目パジェロ用の3.8リットル、6G75 型のみが製造されている。1986年に6 g 7にともに、登場したエンジン。高級サルーンのエンジンとして、スーパーチャージャーを搭載するなどの展開を見せたが、なエンジンは、非力差と中鉄製ブロックの重さがネックとなり、DOHC 化が行われることもなく、 92年以降は、コンパクト、軽量設計の 6AA12 にとって変わられた。搭載車種、編集搭載車種、編集、デボネア V のタクシー使用車に搭載されたエンジン。搭載車種、編集1986年に、弟分の 6G7-1 と共に登場した 6G7 には、排気量が一気に3.0リットルにボアアップされ、最イチェシー12バルブながらも、 余裕のあるパワーを発揮した。後にサイチェシーマルチバルブや DOHC24 バルブ、DOHC ツインターボなど次々に強化が行われ、90年代初頭の核メーカーのパワー戦争に、三菱を代表する 280PS ターボエンジンとして、な、マイベックで 200PS を発揮した 6A12 と共に挑んでいった。 1990年式ダッジデートな ES の6、G7 に最ェシーエンジン最初に登場したエンジン。クライスラー向けに大量に OEM 供給された。また、パジェロなどの 4WD 車にも搭載され、乗用車用とは異なるセッティングがなされていた。搭載車種、編集以下は、海外先売車両1996年、オーストラリアにて、三菱、マグナのエンジンとしてデビューし、 日本には1997年にディアマンテワゴンと共に登場した仕様。1995年の 6G73 サイチェシーエンジンをベースにオーストラリア三菱主導で開発されたこのエンジンはサイチェシーながらも二股のローラーロッカーアームで1気筒あたり4本のバルブを駆動、通常の MPI 仕様が最大 200PS。 北米販売モデルの三菱ベリアブルインダクションマネージメント仕様は 210PS を発揮する。国内では2代目パジェロ後期型から従来のサイチェシー1 2バルブエンジンに変わり、このエンジンが搭載されるようになった。搭載車種、編集1989年、デボネア V のマイナーチェンジと共に登場。アメリカンテイストあふれる大排気量なエンジンは特に、 北米市場で多大な支持を得た。高級サルーンであるディアマンテの主力エンジンでもあり、2代目ディアマンテに搭載されたエンジンは、GTO のそれを上回る出力を発揮した。搭載車種、編集1997年の2代目、ディアマンテマイナーチェンジ時に登場。当時の最新技術として一世を風靡したガソリン直噴エンジンであり、 最高出力は 240PES を発揮した。しかし、カタログ数値の高価さとは裏腹。そのためか、スポーツ車種の GTO、3000GT では最後までな、グリ仕様は採用されないままであった。搭載車種、編集1995年に二大メディアマンテと共に登場。フトやミラージュで採用実績のある、可変バルブ機構である、マイベックを組み合わせたもので、 当時の三菱の名、技術の域を集めた、このエンジンは最高出力 270PES とツインターボ仕様に迫る出力を発揮した。しかしツインターボ仕様との競合が懸念されたためか、GTO には、この仕様の名エンジンは最後まで搭載されなかった。そして、ディアマンテも97年のマイナーチェンジで、フルライングディカがなされたことで、このエンジンは姿を消した。搭載車種。 編集1990年、三菱、GTO と共に登場。インタークーラー付きのツインターボエンジンは、当時の国内自主規制値上限の 280PS、北米仕様は 320PS を発揮。日本国内では、GTO の売り上げが、車重の重さがネックとなり、伸び悩んだこともあり、日産、RB26 デッドや、VG30 デッド、 トヨタに j z GTE 等の他社の強力なライバル、そして何よりも自社の三菱、ランサーエボリューションの三菱、4G63 の影に隠れがちで、極めて強力な性能を発揮するエンジンでありながらも、市場での存在感は今一つパッとしないものであった。なお、近年になって、ロシアのコーチビルダーである E5 社が E5 リボルとなるスーパーカー計画を発表。 GTO のプラットフォームをベースに開発され、搭載される 6G7 にツインターボエンジンは 550PS を発揮する予定であるという。搭載車種、編集 6G7324 バルブエンジン 6G73 は1990年の初代ディアマンテと共に登場。6G72 をベースに2.5リットルにボアダウンを行った仕様である。1995年からは、 サイチェ C24 バルブ仕様も加わった。DOHC 仕様が 6G7E を純粋に、ボアダウンしただけの仕様に対して、サイチェ C24 バルブモデルは60度、V6 エンジンとして、再設計がなされており、乾燥重量は 155kg、やや低圧縮比の小型シリンダーヘッドで、エンジンルーム内のスペース確保に貢献している。二股式のロッカーアームで4本のバルブを駆動し、 ペントルーフ型のクロスフロー燃焼室を採用して、スパークプラグのセンター配置と旧配置の乱流低減、MVV による、気迫燃焼を実現、排ガス低減を図っている。インテークバルブ系は 33mm、エキゾーストバルブ系は 29mm、カムシャフトはタイミングベル特動である。後に、オーストラリア三菱がこのエンジンを参考に、 6 g 7にエンジンのマルチバルブ化を独自に行っている。搭載車種、編集以下は海外先売車両搭載車種、編集1997年の2大メディアマンテのマイナーチェンジで一旦姿を消した 6G73 が1999年にグリ仕様となり復活。6A13 に換装される2002年まで搭載された。搭載車種、 編集 6G7-4 は1993年登場の3.5リットルエンジン。24バルブ構成のサイチェシー。DOHC、DOHC マイベックのいずれかのヘッドが組み合わされる。強力なエンジン出力を受け止めるため、コネクションロッドは鋼鉄削り出しである。搭載車種、編集搭載車種、編集搭載車種、編集1997年登場の パジェロエボリューションに搭載されたエンジン。大排気量の 6G7-4 にマイベックを採用した、このエンジンは、歴代でも最強クラスの 280PES を発揮。通常仕様とは比較にならない、ハイチューン仕様となっている。北米仕様のディアマンテにも搭載されたが、FF レイアウトということもあり、若干大人しめな性格となっている。搭載車種。 編集 6G75 は2003年登場の3.8リットルエンジンで、当時はすでに三菱製車両への4.5リットル 8A80 の搭載が終了していたため、事実上、三菱の最大排気量エンジンとして、現在に至っている。主に海外向け車両に搭載されている。強力なエンジン出力を受け止めるため、コネクションロッドは、鋼鉄削り出しである。搭載車種。 編集搭載者種、編集搭載者種、編集、ありがとうございます。